南部町立南部中学校は山梨県南駒郡南部町にある公立の中学校である。1955年に牧郷村と栄村が合併し南部町が誕生した際、中学校においても既存の南部町立牧愛中学校と南部町立栄中学校を統合し新たに中学校を設置することになった。その際場所として、 旧木郷村役場都地が選ばれたが地盤が非常に脆く、かつその下は市街地だったため、造成の際は陸上自衛隊と与川駐屯地101建設大隊が支援を行い、また校舎は鉄筋コンクリート造り3階建ての建物を3年かけて建設することになった。創立は1959年であるが、校舎が建設中であったことから9、 僕愛中学校の校舎を、西校舎、旧栄中学校の校舎を、登校舎として使用し続け、1962年5月に校舎の全面完成により全面移転することになった。創立当初は、遠隔地である佐野地区などから登校へ通う生徒のための寮があったが、道路整備の進展とか疎下により1977年をもって廃止されている。 校舎の老朽化により1999年により、新校舎の建設に着手し、2001年に3階建ての新校舎が竣工した。2003年に南部町と富沢町が合併し南部町となり、富沢町内にあった富沢町立深和中学校と富沢町立万沢中学校の2校が南部町立の中学校となった。3校はしばらく現状維持のまま推移したが、 少子化及び過疎化の影響により、2011年4月をもって3校を並行統合し、施設の新しい旧南部町立南部中学校の校舎を利用して、新生南部町立南部中学校が新設開校された。新設扱いのため交渉及び効果は一新され、また新たにデザインされた制服もしに1年生のみで、なく2.3年生の分も待ち負担で、 新調支給されている。旧南部中学校だった生徒は、今まで通り徒歩、または自転車、電車で通学しているが、旧富沢町域の2校の生徒は学校まで距離がある、ためスクールバスで通学している。校歌も新たに作られ、谷川俊太郎が作詞、久石城が作曲を手がけている。現在山梨県立美野高等学校との、 連携型中高一貫教育が検討されている。旧西南部中学校時代は2月に立志式が行われていた。これは2年生対象とした行事で、昔はこの年齢に元服を受けるため、その伝統が引き継がれたものである。深は万沢の各中学校では行われていなかったことと、2年生を対象とした行事が増えたことから現在は行われていない。 旧西南部長資源館 P509 から510、旧西南部長資源館 P494 中高一館、県立初は、美の部教南の二中学と連携研究違法申。ありがとうございます。